マッソゲームズです。はい、皆さん、今回はですね、こちら死んだら即終了、マッソのハードコアマインクラフトパート9やっていきたいと思います。まだパート1からパート8見てないよという方はですね、概要欄に再生リストがありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで、ハードコアモード、このワールドでは命が一つしかありません。死んだ瞬間にそのワールドにはもう入れなくなるというね、非常に緊張感のあるマインクラフトのね、モードを楽しんでおります。さあ、今日もね、いろいろやっていこうと思うんですが、前回ですね、じゃじゃーん、こちらね、前回は遺跡の発掘作業をしていきました。で、結構ね、いろんなアイテムゲットして、一応ね、前回の動画の最後にもご紹介したんですけど、あんまりね、その壺とか紹介するの忘れたなと思って、ちょっと最初にこれ紹介したいと思います。これ壺なんですけど、じゃん、こんな感じでいろんなデザインあるんですけど、こういう風に4つ集めると、じゃん、飾り壺というものになります。丁寧な修復作業ってことでね。で、この飾り壺なんですけど、こういう風にね、ポンと置くことができるんですけど、アップデでここにね、置けるようになったらしいんだよね。ほら、ポンって、あ、置けるっていうか中に入れられるようになったらしいんだよ。で、これどんどん入れるたびにさ、音が高くなってってんの分かる？これ。はい、ということで、ワンスタック入りました。で、ワンスタックまでしか入らなくて、これ一応上塞がってるような感じになってんのかな、どうなんだろう。で、これを取り出すには、こういう風にね、壊すとね、取り出せるんですけど、まあ、こんな風にですね、壺っていうのは、まあ、楽しめます。で、これ一回作っちゃったら、これさ、壺さ、このデザイン他に変えられないじゃんってね、変えられなそうなんですけど、ちゃんと割るとね、なんかちゃんとしたやり方で割ると、この壺なんですけど、また、まあ、作り直せるっていうね、まあ、そういうこともあるんで、なんか僕以前もね、こう壺のね、このかけら取った時に、なんかもったいなくて、こうやって壺をなかなか作んなかったんですけど、こういうのはね、作っちゃって良さそうですね。うん、ガンガン。はい、ってな感じでございます。あとはね、まあ、ろうそくとか、こういう風にね、あれ、ろうそくって、ろうそくってさ、僕あんまり使ったことないんだけど、なんかテーブルみたいなの作って、あれかな、オークフェンスと、いや、どうしよう、まあ普通に何でもいいか、台、オークの木でいいか。オークの木の上に、例えばこうやって置くじゃん、ここに4つ置いて、これ火打ち石とかでやるのかな。ろうそくでちゃんと今までそういえば使ったことないなと思って、ちょっと使ってみたい。火打ち石ないかな、ないかな、なさそうだね、ないのかな。火つけたいんだけどな。もうアイテムがね、いよいよぐちゃぐちゃになってきました。もういろんなアイテムがね、やっぱり増えすぎて、結構ね、このね、管理がね、大変。本当に。てか、本当になさそうだね。本当にない。こっちか？で、一応この上にも、ないじゃないか！ちょっとどっかに多分置いてきちゃいましたね。まあ、ろうそくもね、そのうち使いたいなと思います。はい、で、今回いよいよですね、まあ、何をしようかっていうことなんですけど、今回はですね、まあ僕ちょっとトラウマ的ではあるんですけど、鉄道を作りたいと思います。鉄道、まあ、昔僕がね、マスオのマイクラと言ったらってね、よく言われるね、マグマダイブをしてしまったのも、実は鉄道を作った時に、まあ、マグマダイブをしてしまったんですね。で、その時は鉄で、まあ鉄道だけにね、鉄で鉄道を作ったんですけど、今回はですね、鉄ではありません。
鉄よりももっと速い鉄道を作って、まあ、移動を素早くできるようにしたいなと思っています。まあ、皆さんもねご存知の通り、このさマインクラフト編集全然してないじゃないですか。まあ僕が悪いんですけど。で編集をね全然しないと、まあしてもいいんだよ。でもねなんかしないのが最近心地よくて見やすくていいんだけど、こういうさ例えばさこの今ネザー間の移動ですよね。ネザーの移動で、はいここに行きますと、もうちょっと奥なんだけど、でこの奥にその経験値トラップのねところに通じているネザーゲートがあるんですけど、こういうさネザーゲートに移動するまでこの時間ってさ無駄じゃんね。カットすればいいんだけど、でもカットしないからどんぐらいの距離感かっていうのを分かったりするしっていうね。でさらにここからまた進むんですよ。すごい距離。あっちにも行きたいね。進むんですよ。で、こっちに進むと、まあ、前々回ぐらいの動画をね、見てくださった方は、多分ね、覚えているあの場所に通じているんですね。そう。古代都市じゃないか。ディープダークとかを発見した、まあ、雪山ですね、ここ。ここに通じています。あ、ペット持ってきたっけ？うわ、ペット忘れたー。はい、ここに通じています。で、僕はですね、今回、まあ何をしたいのかっていうと、氷ですね。で、氷にも、氷塊だったり、青氷っていうね、なんかいろいろ種類あるらしいんですけど、ちょっと僕あんまり詳しくないので、ちょっと冒険しつつ、そのシルクタッチのねダイヤモンドツルハシも作ってきたので、前回ね経験値トラップ、あれ前回か前々回か、経験値トラップで、はい、もう経験値ワンサがワンサが手に入るようになったので、はい、それを使って、あ、火打ち石ここにありやーん、そういうことかいなー。あ、ちなみにこの下がディープダークです。はい、あれ何の話してたんだっけ。そう、氷を集めて、鉄道を作りたいと思います。で、氷塊と青氷っていうのがあるんだけど、僕ね、あんまり知らなかったんだよね。青氷、まあ、製氷とも読める。まあ、どっち読みなのっていう感じだけど、まあ、青氷って書いてあった。これを、一個集めてみると、これが氷塊。これが氷塊だって。だから氷塊は、今僕、まあ、多分これ無限に手に入りますよね、多分ね。で、青氷っていうのは、どこにあるんだろうな。こう海の多分ところにあるんだと思うんですけど、まあ氷塊でいいよな、そんな欲張ってないで。だって氷塊だったらこんなに大量にあるんだもん、簡単に。青氷、あー、ここはこれはただの氷、これはただの氷か。ああ、普通の氷だ。青氷っていうのがあるらしくて、これは氷塊。で、青氷で作る、その、鉄道が一番早いらしいです。ちょっと青氷も見てみたかった。だけどな、ないかな。多分こういうところじゃないんでしょうね。海の中、海でこういう氷のバイオームのところの、多分海の中にあるんじゃないかなって思っています。もう少し別のところも探してみますか。
まあまあ評価でいいんだけどね、全然。ただここら辺さ、結構広いからせっかくだしっていう。これは評価いいですよね。あ、やばいやばい、僕忘れてたじゃん。今さ、僕さっきまで言ってたじゃん、羊さんをまず狩らないと用もないから。夜どうするんだよこれ、やばいな。ブラシ、うわ、ブラシ持ってくればよかったら。あ、白熊さんか、あ、わーい。羊さん、これやばいな、やばいな。村とかないかな。お、すごい。ちょっとさ、夜の間ドラウンドさん狩りでもする？いや、ちょっと暗いんだよ。氷が溶けちゃうぜ。おお、白熊さん、さあこの辺りね、まあ、こんな地形なんですけど、この下見てみるか。これはただの氷か。あ、間違えた。これただの氷だから、こういう光源があると溶けちゃいますね。これは、これは氷塊。あ、これは氷塊。ああ、真っ暗だ。まあ、ドラウンドさん狩りでもやるか、せっかくだし。で、明かりだけはつけとこう、動画映えを意識して。先にドラウンドさんを狩る前に、この一帯に明るさ、明かりだけは灯しておいて、それで狩ろう。オッケー。まあ、多少明るくなったよね、この辺り。よし。さあ、ドラウンドさん、ぜひぜひ激レアトライデントでも落としてくださいまし。確かさ、そのトライデント持ってないとトライデント落とさないよね。ちなみになんですけど、動画外でですね、ダメージ軽減4のヘルメットにさせていただきました。さすがに落とせ、イエーイ。さあ、海の中心で使うオウム貝ですね。宝釣り、釣りしてないもんな、このワールドで。で、この土なんですけど、デザイン同じだよね。これあれだっけ、またちょっと土のデザインが違うとかあるのかな。恐ろしいな。まあ、よし。さあ、こっちにもお宝があるので
探してみましょう。消滅の呪いの釣り竿いらない。あっちのお宝もチェック。石炭、まあいいでしょう。これスニーファーゲットできるかもしれないな。これこの辺り隠されているというかレアなさあれだから、あレアっていうかあの何あのスニッファーの卵が入っている可能性のあるあの砂利なので、ちょっとここはまた今度来るのが良さそうですね。さあそしてこちら、お宝でもあるかな。あるだけか、特にだね。お、そしてこちらにはなんだ、ここはお宝があった。修繕の釣り竿、悪くないっすね。釣り竿修繕ついてるのはちょっといいっすね。でそしてドラウンドさんたちもう倒されていなくなっちゃいましたね。残念。あ、宝の地図がそしてあるじゃないですか。宝の地図も見てみましょう。すぐ近く。どっちだ。いでー！びっくりしたー。宝探しするか、この暗い状況で。やべ、ちょっと向きが分かんない、向きが。向き別。こっちかな？なんかこっちっぽい気がする。お宝探ししましょう。暗い暗い。このあたりですね。ほらー、宝よこせーい。おおおお、やばい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 、なんでこんなにいんの、びっくりした、やばい。おい、ちょっと、あ、防御強くてよかった。あっぷな。いや、これ防御弱かったらマジで今の一瞬でやられてたわ。恐ろしい。わかった。いや、今なんか久々に危険を感じた、ちゃんと。あ、やばいって思った、冗談抜きで。あったー、やろ、あった、宝、イエーイ、ダイヤモンド、そして海の中心、そして鉄、金インゴット、水中呼吸のポーション重ねたいぜ。はい、
魚さんとか行っかな。まあ、こんな感じで朝を迎えてしまいました。ここにドラウンドさんの声がするのは釣り竿か。いらない。よし、じゃあ、はい、明るくなったので本来の目的を遂行しよう。そうだよね、何にも今ね、こんなことしてる場合じゃなかった。で、氷塊を集めます。どうしよっかな。なんかここ白熊さんがいるから、なんかここの氷塊を取っちゃうのは別にいいんですけどね、いいんだけど、なんか心苦しいからちょっと変えようかな、場所をね。で、氷塊をとにかくたくさん集めましょう。全然ちょっと話変わっちゃうんだけどさ、このさ、地下にディープダークがあったからさ、古代都市あるんじゃないかなって期待してるんだけど、どうだろう。でも古代都市はさ、やっぱりまだ僕には早い。そのやっぱトーテムをたくさん準備して、で、羊毛もたくさんある状態じゃないとちょっと挑戦するには早そうだから、まだやめときます。申し訳ないんだけど、見たいって方たくさんいると思うし、だって終わっちゃうよマスクラ。脅しみたいな、終わっちゃうよとか言ってるけど、本当に終わっちゃう可能性あるから。はい、ということで水平を集めましょう。いや、集めるの楽で、ちょっとアイテムがいろいろになっちゃってるんですけど、なんかまだ間違えた間違えた間違えた、さっきまでね、なんか YouTube のおすすめで、なんかよくわかんないけど、なんか乗ってきたね、イタリアのなんかよくわかんない方々、わかんないっていうか僕が知らない方々のね、はい、なんか YouTube さっきまで見てました。これで大量に集められるだろう。ほらー、おだな。しかも無限かのようにここに教会 あるから、これをさ、鉄道代わりに使えるのは嬉しいな。おお、何スタックぐらい必要かな。下手くそだな、上から取ってきゃよかったのに。まあいいか、かっこ悪いけど、ちゃんと階段状に次はやってこう登りながら壊す。よし、音もいいね、パリンっつって、ちょ気持ちがいいもんね。さあ、うわ、いや、やっぱこれが一番いい気がする。まだやってないけど鉄道作るのに。で、まあマイクラやってるっていう方だったら、その今鉄道とあの氷塊っていうのがさ結びつくと思うんですけど、もしね、あんまり詳しくないっていう方がいたら、一応簡単なご説明すると、この氷塊、これいらないな、なんですけど、滑るんですよね、シューって。
で、この氷塊の上にボートを置いて滑ると移動がですね、ものすごく速いんです。本当にものすごく速い、ものすごく速いんですよ。すごい。で、鉄道とかよりも速いんだよね。だから結構みんなね、移動手段にこう使われているっていう感じですかね。まあまあ手に入ったので、これでじゃあちょっと戻りましょうか。はっはっは。てかちょっと待って、ちゃんと取れてるね。あ、よかった。このさ、あ、ちゃんと取れてるよなって確認してさ、するときもちょっと怖いよね。ちゃんとさ、マインクラフトがポーズ画面になってないと、クリーパーが急に現れてさ、目離してる隙に爆発されるっていう恐れもあるからね。でも僕もね、正直言うとこの氷塊の何その移動手段って、うわー、すげー、ディープダークになってるのが見える、あそこ多分。すげえこの山。あー、冒険もっとしたい。よしよしよし。あ、これ、あ、違うか、粉雪かと思った。粉雪ね。もう粉雪っていうワードが出ると確実にマスを歌いますからね。もう世代なんでね、仕方ない。そこは、丸石もあったらよかったけど、まあとりあえずちょっと置いてみようかな。ちゃんと作れるか不安ですね。ちな、あー、まあいいか。よし、じゃあゲート入りましょう。まあ、でもこのボートのその鉄道にも難点もあって、まあ基本的に一直線じゃないといけないんですよね。だからちょっとまず、じゃあ鉄道作りをしていくんですけど、この上を削っていきます。まあ、氷塊を置くから、その部分を、こう、何、この一段高くなってもいいようにっていうことなんですけど、こことかやばいな。マグマとか流れないでくれよ。あ、どうせだったら丸石とかで、ちゃんとやるか。一旦じゃあこれ拠点戻る方向に、しっかり掘っていこう。おー、いいじゃん。ここ硬いところだね。さあ、冒険とかではなくて、全然ね、そのーハードコアとはちょっと違う、普通にマインクラフトちょっとしちゃってるね。ハードコア要素を今のところ。でもね、これするにも緊張感があるんですから。ネザーってだけでやられたら終了っていう。でもね、そのワールドで遊べないんだもん。すごいよね。でもハードコアでちゃんとエンダードラゴン倒してちゃんとやったら、僕は、あ、僕マインクラフターですって言える気がする。そんな気がする。あー、ははは。あ、アップデー、滑って落ちるところだった。ははは。は、氷塊はな、マグマなんかじゃこ、あの、溶けないんだよ。つえー、氷塊は溶けません。普通の氷は溶けてしまいます。ってことで、
ここでですね、ちょっと作業台作りまして、このネザー拠点をさちょっとだけ改築しようかね。ちょっと一旦ね、よし、じゃあ一回戻って丸石取ってきます。あ、まあまあまあ丸石で、ここまでこのさ、家からこのゲートまでも、その何、氷の鉄道にしたいんだよね、正直。なんか早いじゃん。まあこの近くにゲートの位置変える？でもな、あそこのゲートの位置なんかいいんだよな。いやでもまあ将来、まあいいや。もしかしたらこの近くに普通にゲートをまた作るかもしれません、拠点の近くに。でもうるさいんだよね、拠点の近くに作ると。あー、あれれ、僕丸石使っちゃってるやん、ほぼ。玄武岩にする？いや、こんなに使っちゃってた。アウチ。ちょっと使っちゃってましたね、丸石製造機。あ、でも今だったらあれだな。はい、おはようございます。ここが丸石製造機で、でここで丸石とか使ってたんだけど、今だったらさ、これ効率強化ついてるっけ。効率強化ついてるシルクタッチのこのツルハシがあるから、本当にちょっとこうやってレンダーしてるだけで簡単に何スタックも多分丸石が、あ、石が手に入りますね。足りないかな、玄武岩。いやー、ちょっと想定外だったな。あるか、あるかな、あっちに行けばあるかもしれない、思ったけど。石大量にあるわ、取り行くか。そのあっちっていうのは、あ、丸石あるじゃん。とりあえずワンスタック取って、あっちっていうのはさっき途中で、でネザーのところで通ったネザーゲートの付近ですね。いやー、なんか動画界の準備が若干甘かったなっていうのはありますね。結構いろいろしたんですけどね、アイテム整理したりとかやってはいたんですけど、足りなかったね、動画界の準備。でもね、動画界の準備をねいっぱいしようとすると、またやられちゃったらなーって、動画界でやられちゃったらやばいなーっていうジレンマですね、それは。ほんとに。で、お、さっき掘ったやつも使えそうですね。こことかは1段、あ、間違えた。これ1段高くしときます、両サイド。とりあえずその経験値トラップまでのちょっとお試しでね、その鉄道を作ってみたい。よし、僕作ったことないからさ。
さっきの石が役立ってるじゃないですか。ありがてえ。ここか。まあここまでの駅にするとして、でまあここまで3段3マスの場所ができました。でですね、ここに氷、青氷じゃないや、氷氷塊をまあセットします。下にちゃんとできるんだろうか。でもそんなにスタック数必要なさそうですね。そう、あ、ワンスタックぐらい持っとけばよかったです。こんなもんか。はい、でこっから行きまーす。えい。さあ、氷塊をセットして。1マスでいけるのかな。おお、マグマが垂れてるところあるけど、出発。あ、ボートは2マスなきゃいけないんだ。ごめんね、僕素人すぎてごめんね。そうなんだね、初めてだからさ、マジで作るの2マスなきゃいけないんですね、これね。ってことは掘らないと。これだとどうなんだろう。やばい、危ねえ、危ない、食らった。あ、危ない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 危なかった。死ぬところだった。なるほど、わかりましたよ。2マス必要。オッケー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 、分かった分かった分かった。いやー恐ろしい。いや今マジで怖かった。いや本当に危なかった。下手したら圧死してましたね。必要。で氷氷塊さ全部使わなくていいんじゃなかったかな。なんか1マス開けてもいい、なんか働いた気がした。そういえばなんかいろんな人の動画そういえば見てたんですけど、マの音が怖いぜ。怖いぜ。怖いよー。怖いな。
にこっちつけよう。恐ろしい。地面掘ったらあーだねこれ。これなんか一応こっち閉じとこうか。なんか落ちそうで怖くない僕。後で明るさとかはつ、怖い怖い、口開いちゃうぜ。松明もちゃんと回収できてるね。思ってたよりこの鉄道を作るのは大変かもしれないですね。でもまあ簡単か。素材集めもそんなに大変じゃないし、鉄レールとかで全部作るよりよっぽど楽か。で、適当に。危ないじゃないの。おいおいおい、ここ危ないじゃないの。ボートで僕行ったらどうすんのよ。よし、これもう恐ろしいよ。オッケー、これでいいんじゃないですか。で、これでボートでさあ行きます。出発。え、あれ嘘でしょ。え、嘘でしょ。これさ、ちょっと待って、一個開けの方がいいのかな。全然ダメだった。嘘でしょ。これ一個開けとか、あ、やば、なんか動画で一個開けにしてたんだけど。え、え、ちょっと待って、なんか僕予習しとくべきだったな。なんかダメだな。1個開けか、もしや。やばい、今から調べてやり直した方がいい気がする。いやけどいける。もうツルハシの性能が良すぎて壊れちゃうんだよ。ちょ、これで様子見てみよう。うわ、なんかできるって思い込んでたわ普通に。え、失敗した。あ、わかった。これここいらないんだ。こうだわ、こう。確かに。すいませんね皆さん、こうっすね。はい、でこれ今一個開けでしちゃったけど、別に一個開けじゃなくてもいいし、
か続いてた方が道綺麗だから続けよう僕は。なるほど。また一つ勉強になったぞ。みんなごめん。なんでちゃんと調べないんだろうって思うよね。なんかいろんなさ人の動画見たんだけど、やっぱ見るのとやるのじゃ違うなって思うわ。実際になんかまあでもここ掘ればできるわけだからね。おお、恐ろしい。恐ろしいね。なるほどね。まあ勉強になりましたね、非常に。いやでもこれでポジティブに考えたらマスオのマインクラフターとしての実力がまた低いレベル帯ではあるけど1上がったと思えば悪くない。そう思い込みたい。でも次もし作るってなったらさ、もう一回容量得てるからさ、もう余裕っす。ね、スムーズにできるんじゃないですかね。間違えた。でも怖いねこの作業。非常に怖いね。いやなんかマグマダイブを思い出す。はぁーとか言ってさ、気抜いた瞬間に終わるからな。危ねえ。口開いちゃうんだよなこういう時。大丈夫だよね。恐ろしい。よし、もうそろそろ完成かこれ。あとここを掘り切れば。できたんじゃないですか。これでボート置いてレッツゴー。ふー、はえーはえー、おほー、鳥肌立ったよ、早すぎて。すげーなこれ。あれ折れちゃった。早っ。わわわ、操作が難しい。すごいね、経験値トラップのところまですぐ来れる。で多分なんかね、動画で見たのはハーフブロックをこう、ここでいっか。ちょ、これは置きすぎ？こうやって置いてあげれば、あれ、多分ストップが楽だと思うんですよね。おい。
応置いて、もう一回ちょっとあっち行ってみようか。ちょっともう少し勉強しますわ。今回はちょっと申し訳ない、容量悪くて。あー、ボタン間違えちゃう。おお、ちゃんと停止できましたね。で、ここ上ちょっと一つ高くしておく必要ある。着地のところね、もうちょっと空高い方が、空っていうか上に高い方が良さそうですね。まあでも一応これで移動自体は、あーダメだ、ごめんね。癖でさ、走ろうとするとその降りるボタン押しちゃうんだよね。よし、バッチリだね。一応ここまでで、ゲートを一段高くすりゃいいんだよな、多分これで。するか？せっかくだし。火打ち石がないからダメだな。やめー。で、一応、今後のことも考えて、ここに、チェストを作って、これで、ボートを作って、置きましょう。へい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 。よし。まあ、これで、今後ね、移動の時に困ることは少ないんじゃないかな。はい、素晴らしい。じゃあちょっと一回戻りましょう。雨降っとる。これさ、どうせだったらさ、繋いじゃおうかね、この辺りから。そんなに難しくないんじゃないかな。さっきで容量を得たし。なんか素材に必要なものも少ないんじゃないかな。なんかさっきは掘ってたから大変だったけど、ちょっと待ってね。そのネザーゲートまでのこの道も作ってみよう。ちゃった。ちょっと雨が降っていますが、これで
う少しだな。ここは掘らないといけないか。高さが合ってないけど。大体この辺りか。こんな感じか。ここら辺壊しちゃって、これでいける。この上に氷塊を置けばいいのか。最初から氷塊こうやっちゃえばよかったのかな。で、そうだな、まあでも高さは都合が良くなるかな。これでいいです。でここに氷置くでしょ。あれどうなるんだこれ。ああ斜めに置きゃいいのか。ああオッケー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 。多分大丈夫。これでちょっと雨が嫌だけどね。で氷、氷を取って、こうきゃいいか。ちょっと集中しちゃうね。まあこの辺りを駅にして、ここを削る。あとは木材使おうかな。ちょっとうるさいなこの雨。これで柵でいいよね。で、ここをこうすれば、よし。
柵でこうやるだけで完成できるんじゃないかな。あ、ここは削んないといけないかな、下。あれどうなんだろう、これ柵だけでいけるのかな、2つ。これでいけるのかな、思ったけど、こういう風に確かにしてたな。これでいけるんだったらこれが最高。あ、これいけそうだな、なんか2マスありそうだ。これでいいんじゃん。これが一番楽な方法だったんだ。はい、学んだ。もう氷塊置いて、その柵だけ置けばいいんだ。なるほど。ネザーでもそうやってうまく作りたいな。足りるかな。しかもこれだったらまっすぐ進むんじゃない？いやなんかいろんな人がやってて見たことは、やっぱこれがさ経験って大事だよねっていう話だよね。なんかさ、いろんな出来事がさこうあってさ、なんかいろんな人の動画とか見てるから自分にもできるっしょって思い込んでたものが実はできないってあるよね。百聞は一見にしかずだね、本当に。この柵を使ってる人の動画見たんだよ、正直言うと。柵使ってるから1マスでいいのかなって勘違いしちゃった。これ柵だから2マス分あるってことなんだね。ちょっと暗いんで一回お休みしましょう。よし、ふぅ、やっていくぞ。おお、かっこいい。てか木材足りないか。もっと柵作らないとですね。よかった、木材ちゃんと集めといて。足りないね、多分ね、これ。これで足りるかな。まあ、ギリ足りそうな気がする。よし。ちょっとつけながら行こう。うわあ。これ今木材で塀作ってるけど、石とかでもいいんだもんな。石でやったら一番こう丸石とかね、だったらそんなに材料使わなくて楽にできそうだな。あ、てかここあるんだからもうこれ使っちゃおう。こっちはね、
ね、ネザーゲートの位置変えちゃえばいいだけなんだけどね。でもさ、全部が拠点の近くにしてたら面白み薄れちゃうじゃないですかね。なことない？足りない。いやー、木材で作ったの失敗だったな。さあ、これでボート一つと、あとは柵を大量に作って。ついでに階段も作る。街っぽくていいな。あと少し。よし、頑張れ。頑張るも何もないんだけど、やりきるんだわ。そう、難しいぜ。あとで拾おう。おお、来たー。でもって木で作ったのは失敗だったな、正直。なんか鉄道っぽくないじゃないですかね。だけどまあいっか、やっちゃったから。こうでいいか、一つでいいか。で、木がいろいろあるんだ。いた！よっしゃ、イエーイ、できたー。これでボートを置きます。ポン、乗ります。出発！楽！ずれるのも少ないし。なるほど。で、これで、はい、チェスト作っといて、ボートを一つ入れておくと。で、あとはちょっとこの辺りを整地して。感じですね。いい。で、ハーフブロッカー、こっちにしようか。黒色のこれでいいんじゃないかな、サイズ的に。あー、ネザー行きたいな。行こうかな。シュー。
おいいね。ちょっとこのマグマブロック嫌だ。あーこれ向きだけある、ボートはさ向きだけあるからこれだけちょっと、あー落ちちゃったしちょっと厄介だね。この向きを間違えるとちゃんと置き直さなきゃいけないっていう。てかこれ置けるかな。あ置けたね。よし、イエーイ。はい、ということでいかがでしょうか。やべえ、今日もう少し進める予定だったんだけど、具だったためにこんなところまでしか進んでない。ことです。でこれで終わったらさすがにちょっとね、あれマスオ最近長めの動画なのに今日も短いぞってなっちゃいそうなので、ちょっとねなんかね海外で流行っているっていう建築、すごい建築をやってみたいと思います。ちょうどね、どこら辺に建てようかなと思ってたんだけど、この辺り整地したらいい感じになりそうだなって思ったんだけど、なんかね、海外でその流行ってるらしいよ。まあもう流行り終わったのかもしれないけど、なんとですねすごい建築をあっという間に終わらせてしまう方法があるらしい。大胆なる整地を行いまして、もう一個ねえ下にしてもいいけど、まあ高さどうしようかね。高さ悩むね。高さをどうしようか。じゃあ一回これでお休みしようかな。ここはもうあれだね、壊しちゃってさすがに。するー、じゃあ一回お休みしよう。すごく建築を見せるぞ。ちょっと今日冒険要素少なくて申し訳ない。まあここでいいかな、この高さで。一つ下げてもな、これでいいや。うん、ここに作ります、そのスゴ建築を。でちょっと土もね将来的に使うかもしれないので回収しておきましょう。土地味に使ったりするからね。今もちょっと使おうと思ってるし、であとバケツ、
を2つで、建築にバケツっていう感じかもしれないですけど、うまくいくといいな。うまくいくかどうかは正直わかんない。そういうのがあるって知っただけだから。で、草を一応買っといて、これも整地しとこうか。草を刈ります。こういうのを取っといて、多分このぐらいの広さがあれば大丈夫だと思うんですけど、これも買っておいて。まだ全然わかんないよね、そのスゴ建築。じゃあその建築をやっていきましょう。で、その建築に必要な資材なんですけど、マグマと、あぶね、お水です。この2つで建築を行うんだって。できたらいいけど、ちゃんと大失敗だったら今回超絶ただぐだって終わるだけだからな。大成功してくれ、マジで。動画見た時感動したんだけどな。最近はね、結構マイクラ系の動画を見てんだよね。はい。で、どういうものかというと、ポンポンポンと、例えばさ、ここに一瞬ね、こうマグマ垂らすじゃないですか。で、マグマってこうやって広がるじゃないですか。で、これに上からその土を、あ、水をかけると、そこが丸石になるんですよね。っていうのを利用してこう建築ができるらしい。ってことでやってみましょう。適当に、どうしようかな、4つずつやってみようか。いや、4つはどうしようね。まあ、そんなに大きいサイズじゃなくてもいいか。どんな感じになるかな。こんな感じ。ここにさらに足してみようかな、この一番外側を。
あれどうなってるこれ。やばい、左右非対称になってるかもしんない。よし、これダメだ。どうなってるこれ。ここからこうしよう。これだったら多分全部行き渡る。さらにこうしようか。これですごい行き渡ると思うんだよね、下まで。しちゃおうか。どうかな、この噴水みたいな感じで。でもって一回これでどうなるか見てみよう。ちょっとくださいね。遠くからのご一家全然ハードコア要素じゃないわ。これで水を流す。お、綺麗に流れていますね。少し流しちゃう。よし、だこれでいいかな。これでですよ、下、まあ下は最悪掘ればいいから、これで大体の準備が整いまして、はい、さあ建築の時間です。まずこのね、水がすべて消えるのを待ちまして、マグマを流します。さて同じように流れてくれるんでしょうか。おー、水と同じなのかな、マグマの流れって。大丈夫そうですね。おー、綺麗、広がってる。で下まで行ったので、この上に水をこう流します。そうするとじゃーん、こんな風に丸石で、丸石がで囲まれます。でマグマを回収して、ちょっとこの一番上だけね、どうしてもね、水流す上でできなかった。危ね。でちょっと一回お休みしようか。うわー、なんか形いびつになってる。ちょっとちゃんとできてなかったね多分。うわー、失敗、失敗でもないけど
なんかこれですごい工夫するとめちゃくちゃ綺麗になんか塔みたいなのができたりするんだって。ちょっといびつだね形が。ねこっちがなんか違うね。そうでこれでまあ序盤だった。お前ら拠点ができたりするらしい。でここ掘るとさ、ほら見て。であとこの土を掘れば、ほら出来上がり。上の方なんで失敗してるんだろうな。いやでもほぼ大丈夫そうだけどね。なんで一番上だけ本当に失敗したんだろう。例えばこういう風に入り口作っちゃえばこれで拠点っていう、そういうなんか目から鱗のねこう拠点というか建築物ができると。だって遠くから見たらさ、まあ、パッと見あちゃんと建築したんだなって見えなくもないよね。はい、まあ上の部分カットしてもいいしっていうのがあるそうです。じゃあ最後、今日の動画の最後なんですけど、やつら倒しましょう。ちょっと今日グダったね。イエーイ。イエーイ。さあ倒したぜ。さあ次回襲撃イベントでもやりますかねえ。あーちょっともう一回やり直してー、うまくやりてー。なんでだろうな。これさ、上ちょっと削れば同じくなるんじゃないか、形。ちょいや、なんないな。こうか。アウチ。どうなってんだ、これ。なってるんでしょうね。はい、ふむ。なんで失敗したんだろう。わからん。ダメだ。またちょっとこれ丸石全部削って次回リベンジかな。はい、ってことでちょっとすみません、今日下ったからここでやめます。はい、ぜひですね、あーこういう建築あるんだと、こういう建築流行ってるんだっていうのね、思っていただけたらチャンネル登録グッドボタンもよろしくお願いします。今日は下りました。本当に申し訳ありませんでした。ぜひ、楽しんでまた見てください。ということで、以上、マストゲームズでした。バイバーイ。わー。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。